岩国基地には4年ぶりのフレンドシップデーを楽しもうと、航空ファンや家族連れなどおよそ6万2000人が訪れました。あいにくの雨模様となりましたが、アメリカ軍と自衛隊の航空機などおよそ30機が展示され、訪れた人は普段近くで見ることができない機体を珍しそうに見学していました。人気の航空ショーではヘリコプターから降下する陸上自衛隊のレンジャー部隊や、雲を突き抜けながら飛行する迫力ある展示飛行を観客たちは盛んにカメラに収めていました。思い出に残ることがありましたか？日本のすっごくかっこいい戦闘、飛行機を見れたことです。